ホルヘマヌエル・テオトコプリ、もしくはホルヘマヌエル・テオトコプーロスは、16世紀、および17世紀のスペインの画家、建築家、エル・グレコの息子。幼少期は、母親のヘロニマで、ラスクエバスの下で育ったと考えられているが、ある年以降は父親に学び、絵画や彫刻、建築などの制作を行った。彼の活動は大きく2期に分かれ、前期は、 父の工房の協力者として働いたものである。1603年以降手男プリは父親の工房で活動し、やがて個人でもィトルシアの祭壇画などを受け負うようになった。前期に比べ後期は絵画制作の数も減り、その原因は彼や彼の父が作り出した絵画より、さらに具体的な絵画が現れたためと考えられている。 彼の絵画的なキャリアはそこまで注目すべき点はないと、されるが、彼の功績は建築で見られ、トレドで、視聴者やトレド大聖堂をはじめとした重要な建築、及び彫刻に携わった。また、トレドの知識人たちに支えられた父親と異なり、トレドの町の公的な依頼が多かった。1614年のグレコの死後以降は、建築に注力し、トレド大聖堂の当梁の地位を得て、 第八チャペルの丸天井の設計及び天井のフレスコ画の塗装、モサラベ様式のチャペルの丸天井などの建設と同時にトレド視聴者の施行を行った。彼は生涯3度の結婚をし何人かの子供を残したが最終的には食べえらせ両院にて貧困のうちに一生を終えた。彼の死後翌日にサントルカトの修道院に埋葬された。ありがとうございます。